どうもジョジョ TV でーす。本日はですね、私の知人がお店をオープンするということで、まあ、明日オープンなんですよ。本日が3月4日なんですけれども、3月5日にそのお店がオープンすると。じゃあ一体どんな店なのかをね、今から見に行きたいと思います。聞いてる話ではワンコインの店だと、500円均一でいろんな洋服を揃えてますよと。この洋服自体は韓国から仕入れてるみたいです。だから安くで多分売れるのかな、わかんない。だから果たして500円で儲けあるのかな。今流行りの韓国ブームだ。そうなんですよ。明日うちらってほら飲み会なんですよ。飲み会のもう洋服もう買っちゃおうかなと思って。どんなのがあるのかわからない。わからないけど、わからないけどコーディネートしようかなと思って。明日だからうちら3人は待ってよ。いやいや3人でしょ、もちろん。カメラマンと付き添いも3人とも。大きいサイズもあるの？なんかもう子供用ぐらいのサイズのとこ。ああ、それ全く分からない。もう全く未知数だから、どんなものがあるのかも分からないし、とりあえず500円均一で洋服が売られてると。だからズボンもあるかどうかも分からない。知人がね、そういう面白いことをちょっと展開してるんで、応援したいなと思って。じゃあジョジョさん、もしかしたら、はい、今流行りのあの韓国のアイドルグループに俺らが明日なれるか。そういうことです。まあ俺うちらだから BTS かもしれないです。 BTS ダイナマイト、ダイナマイトだハニーでもいいじゃない。それスマップラップ、いきましょう。 BTS なの。 BTS ありましたね。うわこんな感じですね。見て、ワンコインセールですよ。はい、そしてこれ見て、 K ファッションワンコインね。はい、これ本当は明日オープンですからね。はい、そして知人の社長さんですね。どうも。ちょっとね、今日お店の中見てもいいですか。あれも、え、これも、あ、全部。ワンコイン500円ですよ。新品です。でかいね。中古とかじゃないんで。早速中行っていいですか。どうぞどうぞ。じゃあちょっと行きます。ちょっと抜かないといけないのかな。じゃあ失礼します。本当は靴で入っていいですよ。じゃあ今日だけすみません、ちょっと脱いで、もうすでに桜がいるのかな。もう桜じゃない、桜じゃないですか。うん、桜じゃない。あ、もう明日オープンだけど近所の方がすでに。あ、これ全部これ、ワンコイン、ワンコイン見て、これ全部500円。すごくデザインいいよ。ちょっと待って、これ持ってるファッショナブルじゃない。かっこいい。で、社長、僕明日飲み会なんですよ。だから今日こっちでちょっとコーディネートして、ああ明日飲みに行こうかなと思って。ただ社長、俺のサイズはないでしょ。ある、あった、あっちにある。ちょっとちょっと、彼こっち見て。はい、こっちこっち。すごい多くない？多いね。これ全部500円。全部、ちなみに消費税は、あ、消費税、消費税全部550円で、1枚でも550円で。これズボン、しかも待って、全部失敗。生地もいい。でも俺入らないよこれ、俺ら。え、うん、しかもストレッチズボン。そう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 、ストレッチ。これちょっと待って、はい、カメラさん出てきて。え、これうちの母ちゃん絶対好き。好きそう。これうちの母ちゃん好きよこれ。これ500円。これ何でも。全部。あ、ちゃんと書いてますね。L サイズ。L サイズ。で、僕4 L なんでちょっと入らないんですけど、これ。こっち S。これあれじゃない？少女時代の。G 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 のやつじゃないか。女性の方かな？全部女性。あ、男性は今回はない。これから増やす、男性メニューは。すいません、じゃあ俺らコーディネート無理だね。じゃあとりあえず女性の方のために見てもらって。物が多い、多すぎる。本当にいろんな種類ありますね。これもう下にいっぱいあるんだけど、まだこう、まだ今、まだ展開できてない部分がこの下に残ってると。新しいものどん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 。あ、じゃあ今男性はないけど、でも女性の方ね。いや、女性で見てる方。うわ、これいいね、欲しい。え、待って、長袖もある。え、来てみたらこれ。いやだよ。あ、隠しカメラもある。見て。女性も。女性じゃないでしょこれ。男性もいけるじゃん。これみんな女性もの。女性も。そう、みんな女性ものみたいですね。そう。いるいる。いるいる。いいじゃん。ロンティやったらいいけど。いやでもこれ。あ、いるいるいる。何これ。ポニーって書いてる。いるこれ。かっこいい。ほらあれだ。これ男性じゃんこれ。男性ものみたいで、これさ、触って、いけるいける。え、いいじゃんこれ、見て。でも女性用を着こなす男性もいるさ。あ、そう、これパンクパンク。こういうのとか俺結構好きよ。待って、これ切れるじゃん。切れる切れる。いける。
ああ韓国っぽい、韓国っぽい。あ、これなんか来てみて、なんか野球部みたいになってるけど、野球部みたいな。当たるものよ、これどこれ、これいける？オッケー、野球部、シャイ。これお買いますじゃん。こんなサイズのもあるってこと？え、これ似合う、似合う、本当に。お母さん好きそう。これバスローブみたいなのもあるしさ。いや、これもめっちゃファッショナブルよ、これ見て、これとかもこれ1500円はすごいわ。これすごい新しいやつだ。長袖だけど、肩出し、肩出し500円、おしゃれで、これかっこいい。え、カメラマン今着てるのよりかっこいい。そう、しかもいつもいい、しかも似合いそう、似合いそう。え、これいくらだっけ、これ結構するよね、これ。これは5000円、6000円。ほら、あ、これ500円、これ500円だよ、これ。6000円。そうね、サイズは何これ、入るかな。きつい、きつくないけど、カーディガンみたいな感じで。もう一個サイズでっかいのがいいんじゃない。大きいのあるんじゃないですか。あ、あれ。たまにさ、100均とかで、100均だと思って買ったら、実はちっちゃく300円とか500円とかあるけど、ここ全部500円。 L ありました。ちなみに、もうこれ試着したら買わないといけないんで、もうカメラマンさん買います、これ。あの、もうこれ買わないといけないです。これ明日これで僕行くんで、飲み会。これ明日、これ明日もうこれなんで。あ、全然。あ、似合う、似合う。じゃあ、まあ、マジ冗談抜きじゃ似合う。普通に男性が選んでもいけるようなものありますね。あ、もうお買い上げです。でも似合う、細く見える。え、これはどうなの。もう、違う、もう野球帽みたいです。待って、これ明日飲み会、野球、野球帽これしましょう。はい、じゃあマジで似合う。待って、俺の6000のジャケット。あ、6000のジャケット、こっちで売れば500円。やめて。これ見て、でもいいね、新しい質感。ほら、これとか誰でもドフラミンゴになれる。あ、でもほんと500円はすごいな。これ全部500円。でもほんとにご質問いいよ。今来てるのどう。ああ、全然欲しい。気持ち、欲しい。履き心地がいい、履き心地が。ちょっと、あれどんなもんがあるかっていうの、まずパーって見ていこう。しかもこれ1枚しかないから、なにこれ。おっ、かっこいい。ジョン・レノ。あ、ジョン・レノ。あ、待って。待って。これ、サイズある。これ、これ買おう。これ、これ、これ買おう。これでしょ。これがいい。めっちゃ可愛い。お、レオン、これレオン、俺これ決定じゃん。レオン、これ俺が欲しい。俺が欲しい。レオン大好きだっけよ。じゃあちょっと待って、名作、ちょっと待って、名作これ。これマッチングだ、これ。これあれ、あれ、これさ、あれだ、ニューヨーク。でもこれもファッショナブルよ。ごめん、これ欲しい。ちょっと聞いて、これナタリー・ポートマンですか。誰だろう、あの女の子。あの、わさびだっけ、わさび。違う、ナタリー・ポートマン。広瀬涼子の役じゃなくて、あの女の子でしょ。誰だ、レオン、どこから。こいつは恋してるでしょ。レオンよ、レオン。しかも名作よ、これ。メイデインコリア。ちょ、明日の飲み会でこれ切る。これ、これがいい。待って、俺これにこれだけ大丈夫。まあいいよ、じゃあ俺が買うさ、これ。いやいやいやこれ、これが欲しい、一番。これも欲しい。サイズ完璧じゃん。これというけど、好きな映画的がレオンという。しかも、このピンクがちょっとまた豚みたいな。こう、豚を彷彿させる。いや、ナタリーポート、ブスやな。500円、はい、ブスやな、これ。可愛い。まあ、たまたま見かけたらこれがあったんで、こういう掘り出し物みたいなのもあるんです。それ欲しい。こういうのもあるんだよ。購入しましょう。あ、かわいい。え、これちょっと欲しいかもしれない。ニューヨーク、ちょっと欲しい。これ野球、野球。全然逆。え、あ、なんかかっこいい。え、似合いそうだし、かっこいいさ。死に似合う。は、似合う、似合う、最後に似合う。え、いい。あ、こういうの嫌いさ。嫌いけど、かっこいい。夏、夏って感じする。違う、だからゴークと合ってるな。じゃあ無人の方がいいんじゃないか。でもいい、いい。これいい。うん、日中袖かっこいい。本当に？負けて帰れるよ。あ、これ欲しい、これ。マスター、さっきのアリのスクローリーの赤バージョン。何これ？え？え？じゃあ、その髪型の問題でどっちかで。こういうのもなんかすごいな。これ500円ですよ。すごいな。これズボンね、こういうのズボン。これね、あの豚っぽくていいよね。ジョン・レノって、これ。しかも1枚しかなかった。これもいけそうじゃん。これとかもほら。しかも、これ同じ洋服もあればやっぱ一点物しかないやつがあるから。これ可愛い。これだ。女性。ジョンさん、俺どっちかというとこのズボンが欲しいんだ。
じゃあズボンでもこんなあの派手なのいけるの？履きたい。でもおしゃれ。ちょっと8です。あそういうことか。これ履いたら本当に少女時代みたいな感じになるよ。かっこいいね。これもとかも、うん、かわいい。韓国って感じなの？韓国って感じってどんな感じなの？自分で言ったら自分で突っ込むみたいな。一応でも映画とかのイメージ。これとかもほら、なんかね、じゃあ本当に生地の質がいいんですよ。本当に500円だと思えない。これ。行きましょう。これなんか女性なんか好きそうだけどね、こういうのね。なんか違う趣味みたいに見えるけど。これ後ろパッカーなんでしょこれ。いやすごい。でもこれそういうキャバクラとかの。彼女とかのお店にいいかも。やるもん見てます。そう、こっちの繁華街がちょっとキャバクラ専門店みたいなの多いんで、こっちでそのまま買ってくる人。あ、これとか見て。おお、かっこいい。なんかチャイナみたいな。かっこいいな。っていうことでね、じゃあとりあえずずらっとね、あの見てもらったんで、こっち試着室とかもあるんですか？うん、試着室だね。はい、ちょっとね、500円なんで試着室じゃないんですけど、まあまあ自分でこの人測ってね、これでいける感じで。これどう？いいです。これが欲しいもん。はい、これ。可愛い。よし、じゃあお買い上げします。レオンって名作だよ。軽く一通りさせてもらったんですけども、いや冗談抜きで、すごいっす。高い？いやもう安い。安い？じゃ安いけど、いや何が心配って、儲けあるのっていう話よ。うん。以上ギリギリなんとかやっていける？以上やっていける。っていうことでね、洋服がないなと思ったらちょっとこっちに寄って、ちらっとね。買ってもうすぐ、まあ、飲みに行けるぐらいの、ここで本当にそれぐらいの数が揃ってるんで。ただ駐車場がないんだよね。駐車場、駐車場ない。駐車場はないね、うん、駐車場はないんで、ちょっとそこがあれだ。だって洋服まだまだあるんですか？まだいっぱい。まだいっぱい。だからまだ今ほら、ね、下見たらやっぱいっぱい、ね、まだ開けてない、うん、全部違う。男性が入荷したらまた女優さんもね、うん、そうですね。じゃあまた男性アイテムをこれからどんどん増やしていくんで、まあ、その時またね、まあ、子供服とか、ね、子供服とか、うん、アクセサリーとか、うん、はい、っていうことで、キスとかね、ピアスとかね、イヤリングとか、これ時代に乗っかってますよ。ワンコイン、ワンコイン、まあ、ワンコインだけど、正直ついたらごめんなさい、ツーコインになるかもしれない。ツーコインいらない、ワンコイン、ワンコインだけね。はい、ということで、そのワンコインちょわいよ、うん、あの私はあのワンコインが好きですって今韓国で言ったんですけども、ゴラ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 、はい、ゴラゴラゴラ、ワンコイン、ワンコインということで、本日ね、今撮影してる日にちは、まあ、3月4日なんですけども、明日オープンです。明日3月5日オープンということで、よろしく、11時からですね、うん、はい、じゃ気になった方は、ぜひともね、こちらのお店、ワンコインの、コリアファッションかな、ケイファッション、ケイファッション、ケイファッションに来てはいかがでしょうか、うん、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。毎日毎日新しいものがどんどん出てきます。毎日毎日。あ、じゃあそのつ楽しめるね。そうそうそう、毎日。毎日来ても新しいものが出てる。なるほど。うん、毎日。それは確かに飽きさせないね。うん。っていうことで、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあ、気になった方はよかったらね、こちら住所も載けとくんで、よかったら遊びに来てください。ということで、以上、ジョジョ TV でした。ありがとう。バイバーイ。I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. さっきの洋服なんですけども、これ見て。1万9000ウォンだわけよ。1万9000ウォンだ。日本円でだいたい1900円。1900円のものが500円で売ってるんだよ。だそれ以上の価値のあるものがここに眠っているところです。だそれは皆さんこちらに ぜひね、自分の足で来て探してね、あのもしかしたらいいやつだ。これも1枚しかなかったから、これワンチャンレアかもしれないよ。しかも見て、これ何のマーク、これ何何のマーク、これ野球のマーク、有名なやつ、やっぱユニフォームみたいなんじゃない。500円で買えるのこれ、普通買えない、買えないということでね。はい、すみません、ちょっと雑談でした。で以上、ジョジョでした。